見て見て、さっきの授業の間に使った消しゴムのカス。それつまんない。先生どうしちゃったのかしら。授業を始める。あの、なんだ。おい、お前、あと会話するときは相手の目を見て喋るといつも言ってんだろう。いつそんなこと言ったのよ。いつも目を合わせないのは先生の方なのに。あ、やっぱりここだ。いや、すっかり男らしくなってるじゃないか。お前たちどこへ行ってきた。どこって、先生とずっと一緒にいたじゃないですか。授業はとっくに始まっているんだ。お前たち罰として校庭482周だ。そんな482周そんなことしたら死んじゃいますよ。僕たちは先生のためを思って。文句なんだな。こうだ。破壊行為だ。先生が破壊行為に出たぞ。神聖な授業を放棄するつもりか。逃がすものか。ペレアな性格を直そうと思って先生にバケツを履かせたんだ。だからあんなになっちゃったのね。ねえサーニー、その前になんでバケツでああなるかの方が気にならないの。ならないわ。まいったね。このままじゃ大変なことになっちゃうかもね。あんたたちがやったんでしょ。どうしよう、これじゃあ先生はずっとあのまんまだよ。実は今日私と妻の結婚記念日なんだ。そうですか、それはおめでとうございます。そうだ、すっかり忘れてた。どうかしたの。今日は先生の結婚記念日なんだ。え、あんな人の変わった先生を見たら奥さんきっと気絶しちゃうわ。それどころか離婚の危機よ。なんとしても元に戻してあげないと。結婚記念日、結婚、僕はどんな人と結婚するんだろう。仕方ない、PJ、連れて行こう。もし僕がコーラと結婚したら。ハラッパ、掃除終わった？もうすぐ終わるよ。それが終わったら洗濯よ。あとお買い物と夕ご飯の支度もお願いね。ねえマット、バケツをはめたらああなったのよね。ああ。でもケイティだったら。あれとこれとそれとこれ。ああ、あとこれも。もうお金ないよ。ああ。お金がなければカードがあるでしょう。カードがダメなら借りればいいのよ。簡単なことじゃない。だったらもう片方の足にバケツをはめてみたらどう。サニーちゃんだったら。サニーちゃん、僕と結婚。やっかー。負けてきて、負けてきて。確かに外すよりはめる方が楽かもしれないな。僕は一体誰と結婚すればいいんだ。あそこに見えるのは僕の未来の花嫁。おーい、僕の花嫁、さあ顔を見せておくれ。私たちが注意を引きつけて、
っきり僕たちだ。バケツを吐かせる。やった。やった、もう安心ね。全然効いてないわ。しかも目つきがさっきよりデンジャラスに。どうするのよ。やめるんだ。教師が学校でお昼寝とは。よかった、元の先生に戻ったみたいだ。元の先生？いいえ、何でもありません。それより今日は結婚記念日ですよ。早く家に向かわないと。ただいま。結婚記念日おめでとう。恥ずかしい。逃げちゃった。よかったんじゃないか。大体のところはね。イエーイ。